はい、ということで今回は大阪府八尾市音痴中町音痴神社に来ております。はい、ということでね、今回来た音痴神社さんは、主催人に、神社、ま、あの神様に仕える動物としてウサギと龍さんがいらっしゃいます。ということで今年はウサギ年、来年は辰年ですから龍さんの年でございます。ということでこの音痴神社さんを参拝することで今年の飛躍と来年のね、さらなる飛躍も望めるんではないかというふうに思われます。ということでね、龍さんはね、あのそれこそ将軍、まあ、運とを上げるというね、そんな力があるということでございます。ということで、このね、音痴神社さん、龍さんもね、うさぎさんもね、とっても可愛い、石像がありますので、ぜひ参拝していただければと思います。ということで、一応ね、もっと説明いたしますと、この音痴神社さん、旧河内の国、今の大阪の一部ですよね、河内の国の二宮でございます。そして現在地に鎮座、する前ですね、少し下の方にね鎮座していたんですが、そこは弥生時代のね遺跡があった場所だそうです。ということで、あのそういう意味ではね、あのそこをね天王の森、天皇の森というんですが、あの先ほど言いましたようにね、音痴遺跡という弥生時代の遺跡があった場所ということで、まあ、実際に社殿として伝わっている創建の年っていうのはよくわからないみたいなんですが、実際の年代はすごくそれこそ弥生時代なので、少なくともね、まあ、2500年とか、今弥生時代って最大2700年ぐらい前からのはずなので、そのぐらいの、歴史があるのかもしれません。というぐらいすごく由緒正しきところでございます。そしてね、あともう一つ、この音痴神社さんの、ご神徳、ご神儀が高いということの証明になる話としては、以前ね、この雨が降らない時か、雨が降らない時に朝廷がこの畿内、今のね、あの関西というとまた違うのかもしれないんですけど、畿内の、神社85座そしてね、に、雨が降るように願いなさいということで祈雨神祭というものをしたそうなんですね。雨が降るのを願う神様の祭り、この時の85座、座というのは神様の数ですが、ここで52社85柱ですね、85座神様の中にこの音痴神社さんも入っているということでございます。ということでこの52社のうちの2社がね、この音痴神社さん入ってるんですよ。ということなので非常にご神ご神徳の高い神社でございます。で今現在この音痴神社さんが言ってるのは河内の総鎮守で払いの大社、お払いをする大社ということなので、大社ですので、厄払いにもね非常にご神ご神徳の高い神社だということです。ということで、長い参道階段を上がってきました。そしてねここ面白いですよ。はい、わかりますか、手水手水がね多くの場合辰口龍さんですがウサギなんです。はい、ウサギさんなんですね。ということで、こちらで先ほど言いました神様に仕える動物神使がウサギさんと龍さんでございます。見てくださいね、階段の上上がったところ再生箱の後ろにね、あそこに可愛いウサギとね龍さんいらっしゃいます。はい、ということでね、可愛いウサギと龍さんがねいっぱいここいらっしゃいますんで、ぜひ参拝していただければと思います。ということでちょっとね、ほらほらほら可愛いでしょ、むっちゃ可愛いんです。でこれだけではないんですよ、これだけではないんですよ。はい、ちなみにウサギはね良縁の縁結びのご利益があると言われておりましてね。で龍さんは先ほど言いましたけど将運、運をね、強めるということですね。あとは開運、こういった、ご神ご神徳がございます。はい、ということでそこにね神龍さんがいらっしゃいます。はい、書いてあるんですね、ウサギと龍は当社の神様のお使いでございます。ということでこちらにね龍さんがいらっしゃいます。ほらこの玉がね輝いてますでしょ。これね、あの撫でたらね願いが叶うということですよ。私もね後でねこれね本当に撫でます、撫でるんですけどね、僕が撫でるとなぜかね滑りがあまり良くないっていうね、うん、ちょっとねまだね神様に受け入れられてないのかもしれません。はい、ということでね後ろもねおみくじがいっぱいあります。で神の玉、はい、これまた後でね、あ後じゃないや、
今すぐ撫でるんだ僕。後で撫でるつもりだったんですけどね、今すぐ撫でます。はい、皆さんもね、撫でた気持ちになっていただければと思います。もう今撫でてくださいね、本当に。あ、僕の手が来ちゃった。ほらね、引っかかってんですよ。こんなすべすべの岩ね、玉なのになんかに引っかかるんですよ。あ、抵抗があるなと思ってね、ちょっと寂しくなってる私でございます。はい、ということでね、はい、ほら奥の方にねウサギがいるんですよ。でね、ウサギとね龍さんはね、実はこれ拝殿です。今見てるのが拝殿なんですけど、後ろに御本殿があって、御本殿の前まで行きますからね。でこちらにね、むっちゃ可愛いねウサギさんいます。はい、なでウサギでございます。無病息災をお祈りくださいって書いてますね。これはね、僕はね風邪ひかないんだよな、本当。でもな、それにしてもでっかいウサギですね。ちなみにウサギはね、350度ぐらいね、周りが見えるらしいですよ。目はね弱いらしいです。人間の視力でいうとね 0.1 ぐらいしかないらしいんですけど、ただね360度までいかないけど350度ぐらい見えるそうです。ただね、10度ってちょっとほんのちょっと顔を動かしたら10度見えますからね。はい、ということでね、まあ、ウサギというとね、私からしたらどうしてもね、大国主の御事を思い出すもんですからね。はい、ということで、ウサちゃん、かわいいウサちゃんでございます。で、ちなみにここはね、先ほど言いました龍さんいらっしゃるって言ったけど、八大龍王もいらっしゃいますんで、その八大龍王もね参拝したいと思っております。多分ね、八大龍王ってどちらかというとね、仏教系の龍さんなんですけど、基本的に神仏混交のね影響のない神社ってほぼほぼないんで、はい、でそういう意味もあってね、このすごく歴史のある御地神社さんには八大龍王様もいらっしゃいます。そして見てください、ほら、これねすごいんですよ。まさにね、ウサギはね、先ほど言いましたけど縁結びの御利益があるんですけど、こちらのウサギはね、こんだけね元気よく跳ねてますからね、龍さんじゃないんですけど、小龍じゃなくて小運だ、小運開運のねご利益もウサギさんにもあるんじゃないかなというふうな気がいたします。はい、ということでね、この龍さんの玉、光り輝いてるんですけどね、僕の場合は止まっちゃうんですよ、なんかね。いやでもね、ここね、本当ね、ここまでね、いい神社さんって知らずに来たんでね、ちょっとびっくりしたんですけどね、私ね。いや、本当にまた本当、すぐにでも行きたいような神社さんのうちの一つでございます。はい。で、ここね、清流さんなんですよね、清流さん。清流さんはね、なんだろう、日本の歴史上、昔のことを言うと、実は結構清流さんって縁がすごくある龍さんなんですけど、まあ、個人的にはね、白龍さんが私の守護神の一つだと思ってるんでね。あとね、そしてです。ここはね、これ面白いんですよ。こちらのね、主祭神、この拝殿の後ろにいらっしゃるんですが、この横にね、天の小屋根の御事がいらっしゃいます。これは後のね、藤原氏、中飛び氏とかね、その、ご先祖にあたる神様でございます。で、今、書いてあるの、わかりますかね、元春日大社と書いてあるんですよ。元春日大社。ということでね、ご祭神はね、こちらから、春日大社、今の春日大社のところに移ったというふうに言われております。ここ、まあ、そこに移る前にね、一旦平岡神社さんに行ってから今の春日大社さんの方に行ったということで、元春日大社と言われています。でね、愛宕神社さんもいらっしゃいますね。まあ、愛宕さんは火伏せの神様ですが、火伏せっていうのはね、死と再生なので、死と再生ですね。なので、人生やり直しの、ね、神様でもあると思っております。ということで、まあ、愛宕大社、おっと、上を見ると、ね、鳥居があるんですね。これね、結構実はね、意外と急なんですよ、ここ。はい、伏見桃山御陵妖拝所と書いております。ね、この伏見桃山御陵とは、京都の、ね、伏見区桃山丘陵にあります明治天皇ですね、明治の大帝の御陵、お墓でございます。ということで、こ
ちらでね、そちらにまず4杯所ということなので、はい、頭をね下げたいと思います。こちらにはねもう1箇所要拝所がございます。はい、そちらもね後で、行きますので、ぜひ、参拝していただければと思います。はい、こんな感じなんですよ。結構ね急なんですよ。あんな風に割と普通に上がったように見えまして、なんで降りるときはね慎重にやらないとカメラにねどうしても意識がいって危ないんでね、はい、結構今慎重に降りました。ここでねずるっと落ちてね、この三輪狼をね私が蹴ったりタックルしたらね大変なことになりますからね、本当に大変なことになるということで、三輪狼ですので、まあ大宮神社さんということですね。はい、ということで大物主の御事がいらっしゃいます。そしてこちら神龍さんと神猿うさぎというのがございまして、で奥の方にね今建物見えてると思います。本当はねこちらにね神社がね拙者さん魔社さん6つあるんですが本当は私参拝してるんですがあまりにも長くなるのでこの動画では残念ながらということでちょっと削らせていただいております。こちらが主催人のね、はい、大御血姫の狼、これね伊勢神宮の下宮の豊受けの狼のことだと言われております。で今目の前にほら可愛いうさぎちゃんと上にね龍さんがいらっしゃいます。そしてこのね右側が大御血彦の狼で、先ほどね豊受けの狼の方に頭下げるの忘れたんでやべと思ってこっちだけ頭下げました。はい、はい、ということでこちらが先ほど言いましたけれども橿原神宮の要拝所でございます。橿原神宮はねあの初代天皇の神武天皇が即位した、ところですね。ということでここに書いてあります、八大龍王尊というふうに書いてます。まあ尊と書いてあるんでねやっぱりどうしても仏教系なのかもしれません。はい、ということでこの奥ですね、奥の方に鳥居が見えてきましたら、その右手に八大龍王様がいらっしゃいます。でその八大龍王のところはね御神言がございますんで、今回はね私御神言忘れることなく、参拝時間書いておりますので、読んでいただければと思います。基本的に御神言で7回ね読むのが一番いい回数だと私は以前何かで学んだことありますので、7回唱えればいいと思います。いきなりは7回言えるかどうか分かりませんが挑戦してみてください。止めて読んでいただいてもいいと思います。はい、うるさい私はね静かにしておきますからね。これね光って今見えませんけど後で見えますからね、ちゃんと文字も書いております。はい、どうでしたでしょうか。7回言えましたでしょうか。多分ね大丈夫だと思います。最初ね20秒にしようとしたらねこれは際どいなと思いましてね、30秒あればゆっくりいけるかなということで30秒にいたしました。ということで、はい、ご本殿の前のねうさぎちゃんでございます。特にね左の子がね可愛いんですよ。むっちゃ可愛くないですか。多分ねこっちの方が女の子で右の方が男の子なんだろうと思います。はい、でねお賽銭がねあっちなかったんですけどね、これこの前にお賽銭入れてるんですよ一応ね。はい、ということで一応ねこちらもご縁をね結んでくれる紳士でございます。で上にねはい龍さんがいらっしゃいますと言ってもねよく分かりにくいと思うので私少しね右に動きます。はい、龍さんですね。で後ろにねご本殿が2つあるんですが、本当はねその間にもね、神社があるそうでございますが、それは今回はなしで、こちらね左は女性の神様豊受け狼でございます。どうぞご参拝ください。
はい、続きましてね、はい、頭下げなきゃ、はい、ということで続きまして、右側のね、近江決彦の狼でございます。これはね、最初に言いましたけど、雨の小屋根の御子と、ま、中富氏とかね、藤原氏のご先祖にあたる、雨の小屋根の御子との子孫と言われております。どうぞご参拝ください。はい、ということで、ご参拝いただけたでしょうか。御地神社さんね、今年うさぎの年と来年辰年ですね、ここは本当に大飛躍ができる、そんな神社じゃないかなと思いますので、ぜひともね参拝していただければと思います。ということで皆さんね、コメントぜひ書いてください。そしてね、おすすめの神社があったら教えてください。ということで次回の動画は、茨城県にねまた飛ぶ予定でございます。ということでまた次回お会いいたしましょう。失礼いたします。